ミゴ小林です。今回の簡単品種紹介はこちら、アガベのディスメティアーナ上ホークですね。こういう品種になります。こちらの品種はアガベ、ベネズエラと、同じ系統のディスメティアーナという品種の、これがジョーホークという名前がついている、アガベになります。このジョーホークというのはジョーホークさんという人の名前ですね。人の名前のついた、とても綺麗な、ちょっと薄い、ライムグリーン色したアガベになります。こちらはディスメティアーナなんで寒さには比較的弱いですね。で、直射日光を急に当てたりするとすぐ焼けてしまう品種になりますので、かなり暖かい地域ですと地植えにはできるんですけれども、寒い地域ですと冬寒さに当たって溶けてしまうんで、ちょっと地植えには向いてない。ただ、ベネズエラと同じように、室内に置いておいても比較的形が崩れにくいアガベになっております。でもちろん風通しを良くしてあげたりした方がいいんですけれども、こちらなんせ、ベネズエラと比べるとかなり色が美しい品種となっております。はい、今回は、アガベディスメティアーナ上ホークのご紹介になります。この動画いいと思っていただいた方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。アディオスコバアミゴー。